落合選手に挨拶。オープン戦ならではの光景から試合は始まりました。中日はパウエル、落合、ジャコビーというクリーンナップを初めてオープン戦に並べてきました。1回ワンアウト二塁三塁に4番落合、ロッテ先発前田の高めを見逃さずにレフトへ。強風に押し返されてスタンドには届きませんでしたが、これが犠牲フライとなって中日先制点となります。続く5番に DH で初登場、新外国人選手ジャコビーはサードゴロ。中日のクリーンナップは今日ノーヒット。開幕までじっくり調整が必要なようです。一方投げてはこれもオープン戦初登板にして初先発の角、3イニングを投げヒット3本の無失点に抑え、まずまずの仕上がり、復活をアピールしていました。試合は1対0で中日が勝っています。